こんにちは、ギタリストの藤井真一です。本日はポリトーンを弾いて懐かしんでみようということで、このねポリトーンというアンプですね、1970年代に登場してから、まあ、今に至るまでですね、もうジャズギタリストのねもう定番のアンプとして君臨していました。今となってはですね、他にいろんないいアンプも出たので、こういうアンプを使う方もね少なくなってきた感じなんですが、今日はねこのアンプを弾いてね、ちょっと昔を懐かしんでみようということで弾いてみたいと思います。はい、ということでね、ちょっとアンプの紹介なんですが、これはね1980年代のヴィンテージのポリトーンですね。ヴィンテージっていうのは70年代と80年代のことをヴィンテージって言ってまして、70年代がねこのね外装がねスポンジ状のやつ、カーペット状というかが70年代のポリトーンで、でこの外装がこのゴム張りっていうんですかね、これが80年代です。で90年代はコントロールとか全くガラッと変わるので、ヴィンテージポリトーンって言ってるのは70年代と80年代のことだと思いますね。で僕も両方持ってたことあるんですけど、好きなのは80年代が好きなので、でポリトーンも私はね結構ずっとメインアンプがポリトーンだったので、ブルート3とかね持ってたこともあるし、最初に買ったのはポリトーンの90年代の現行品のブルート2ってやつなんですけど、最初にねプロとして活動を始めた時はその現行品のブルート2とメガブルートっていうのを2台持ちでね活動してました。でこのブルートヴィンテージのポリトーンのこれはですね、私のねファーストアルバムのレコーディングでもね、このアンプとこのギターのセットでレコーディングしたので、まあ、なかなか思い出深いアンプですね。でポリトーン最高は4台ぐらい持ってたんですけど、やっぱね全部処分しまして、今残ってるのはねまあこれだけになってます。これはさすがに何て言うんですかね、もう一生持っててもいいかなって思うような、思い出のアンプっていう感じですね。で弾くことはねもうほとんどなくなりまして、今日ですねこれから弾くんですけど、10年ぶりぐらいじゃないかな弾くのまず音が出るかっていうね、そこも心配ですけど、ちなみにね音ぐらいはちょっと最近ちょっと出してみたんですけど、音は一応出ました。じっくり弾くのはちょっと今からが久しぶりの出会いになりますね。出会いというか久しぶりの再会ですね。ちょっと弾いてみましょうか。ああなるほど。あれですね、やっぱ弾いた瞬間ジャズギターっていう音ですね。でやっぱ久しぶりに弾いてみて、やっぱこのポリトーンとこのギブソンのフルアコっていうセットがジャズギターの音色を作ってきたんだなっていう、そういう歴史は感じますよね。この弾くだけでこう、ああやジャズってこういう音してるよなっていう。歴史を感じる音だと思います。ちょっとジャズスタンダードが弾きたくなりますよね。こうThank you.
はい。ね、まあ、とてもジャズギターっていうね、まあ、久しぶりにこういうセッティングで弾くのも楽しいですね。今ですね、ポリトンってアンプみんな買わないと思うんですけど、まあ、これいうトランジスタで、まあ、可搬性がいいアンプっていうのはね、今他にもたくさん出ているので、あえてポリトーンを買うっていう人もなかなかいないと思うんですけど、まあ、逆に狙い目だったりして、ヤフオクとかメルカリでね、めちゃくちゃ安く売られてることをなんかたまに見たりします。なんかかわいそうになってきて買ってあげようかなっていう気にもなってくるぐらいなんですけど、なんでまあちょっと見かけたらね、捕獲してみるのもいいかななんて思うんですけど、まあ注意点としてはね、なんかパーツがないらしくて壊れたら終わりみたいなこともね、よく聞くので、でポリトーンなんか直せなくなってきましたっていうアンプのリペアさん言ってたので、そのパーツがないらしいんですよね。だからその辺はちょっと注意かもしれないですね。はい、ということでポリトーンを懐かしんでみようということでちょっと弾いてみました。今回の動画良かったと思われた方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。